はい、どうも、ホソピーです。さて、本日はですね、この真ん中にあるね、この iPhone 14 Plus への買い替えというのを検討されている方はですね、ぜひね、参考にしていただきたいなと思うんですけれども、今回はですね、iPhone 11からのこの14 Plus への買い替えですね。まあ、これを取り上げていきたいと思います。変わること5選ということで5つに集約してですね、まあ、主にどんなところが変わっていくのだろうかというところと、今回 iPhone 11からの買い替えをチョイスしたというところが結構ね、ミソなんですけれどもね。はい、ということで iPhone 11あたりを使っている方で買い替え検討されている方はですね、ぜひですねチャンネル登録していってください。ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル、まず一つ目からいきましょう。一つ目はですね、サイズが大きく大画面になりますというのが一つ目でございます。 iPhone 11もまあ、結構ですね、6.1 インチサイズの中ではぼってり感がちょっとあるかなというような端末に実はなっているんですけれども、このですね、もう見ていただいてわかります通り、ディスプレイサイズ、これが圧巻の 6.7 インチのディスプレイになっております。で、今まで iPhone 11をお使いの方はですね、 6.1 インチのディスプレイですから、まあ、ここのサイズ感が 0.6 インチアップするということで、まあ、大きく得られる恩恵としてはですね、ゲームが非常に快適にできるよというところ、そしてもう一つ動画がですね非常に快適になるよと、まあ、この2つがかなり大きく恩恵を受けられるところかなというところ。ただデメリットも当然あります。 194g あった重さが 203g にアップしてしまうというところなんですが、実は 9g なんですよ。 iPhone 11ってまあまあ重たい iPhone に分類されますから、まあ、そこから比べるとですね、これだけねディスプレイのサイズ大きくなっているにもかかわらず、わずか 9g ということであればですね、まあ、そこまで、まあ、デメリットと捉えるのはどうかなという感じにはなってますね。で、サイズ的なところで言うと、この高さですね、ここの高さの部分が 9.9mm、 わずかね、まあ、1センチほど長くなってしまいますね。あとこの横幅が 2.4 ミリのプラスで、厚みに関してはマイナス 0.5 ミリということで、逆にですね少し薄くなっているんですよね。はい、それとボディもね大きく特徴変わるんですけれども、 iPhone 11って丸みを帯びているデザインになっているんですけれども、この iPhone 14 Plus はですね、見ての通り、はい、四角いですよね。丸みを帯びたところから角張ったボディに変化っていうところもね、まあ見逃せないポイントではあるんですけれども、まあ持ち心地というところに関してはですね、四角い方がこうカッチリハマるかなというふうには思いますけれどもね。はい、ということで11からのねこう買い替えだとですね、まあ、結構ね画面の大きさ気にされる方も多いと思うんですけれども、より大画面になって YouTube も見やすくなる、サブスク動画とかもね比較的ね快適に見れますから、 9g 重さが増すというのはですね、結構簡単にね、まあ、飲めてしまうんじゃないかなと思いますけれどもね。ということでこれが一つ目でございます。はい、では次二つ目いきましょう。二つ目はですね、ディスプレイ性能の大幅アップというところですね。リフレッシュレートということで、まあ、このね14 Pro Max が隣にあるんですけれども、これでですね、まあ、こうやってですねちょっとこうスクロールした時のこの動きですね、これがですね 120Hz、 要は2倍滑らかに動くのが14 Pro Max だったりとか、14 Pro とかね、あとは13 Pro と13 Pro Max もリフレッシュレートは 120Hz 出すことができますけれどもね、まあそういったものを、まあ、一度でも体感していると、やっぱりプロモーションディスプレイ欲しいなと思うんですけれども、11ユーザーであればですね、もともと 60Hz を使っていたわけですから、そこからのこの画面の変化ね、リフレッシュレートの変化は、まあ、ありませんので、まあプラスでもマイナスでもないかなというところになります。で、今回11から買い替えるとですね、有機 EL ディスプレイに変わります。今までは液晶ディスプレイ、そこから有機 EL ディスプレイになるというところで、いろいろとですね変わってくるところあるんですよね。で、画面の明るさがまず違います。625ニットという数字だったんですけれども、それが800ニット、標準時800ニットの明るさにアップするわけですね。より視認性が上がるわけですね。で、液晶から有機 EL で一番これ恩恵が大きいのは、このコントラスト比というやつです。今まで iPhone 11はですね、1400:1。これね、何の数値を表しているかというと、一番暗いところと一番明るいところの、まあ、比率なんですよね。これが1400:1ということで、まあ、言ってみると、暗いところの表現が、まあ、いまいちだっていうようなね、言い方もできますよね。で、有機 EL は、
こうバックライトで後ろから照らすわけではなくて、そのディスプレイ自体がね光ると、まあ、こういう性質があるので、黒がどこまでも黒く表現することができる、まあ、すなわち明るいところと暗いところの比率が高まるよということで200万対1になってるんですよ。本当にねもう次元が違うものになってますから。あと、まあ、この有機 EL ディスプレイを使うことによってダークモードですね、まあ、この設定のこの画面を見ればわかりますけれども、まあ、この黒の部分が本当に真っ黒に表現できている、まあ、黒を多く使うことで省エネというところにもねつなげることができますからね。はい、そういったところで有機 EL というのはですね結構恩恵は多いのかなというふうに思いますね。はい、というところでこれが2つ目でございます。はい、では次3つ目いきましょう。3つ目はですねバッテリー性能の大幅アップということですね。まあ、iPhone 11もその当時はかなりバッテリー持ちがいいということで、私もですね iPhone 11押してた時はあのバッテリー持ちがもう本当に他の機種とちょっと違うよねと、持ちが半端じゃないっていうことをまあ強調していたわけです。でコメント欄とかでも結構その当時いただいたのがやっぱり iPhone 11にして本当にバッテリー持ちがめちゃくちゃ良くなったよという声があったんですけれども、その当時ビデオ再生最大時間 iPhone 11って17時間なんですよね。でこの時出てる機種の中では、まあ、確かにかなり良かった。でその前に出てた iPhone XS とか13時間とかなので、そこから比べると4時間もね長くなっているというところで、まあ、これ公式にも出てるわけですけれども、それがですね14プラスどれぐらいになったのっていうと、ビデオ再生最大時間なんと26時間というような数字になってます。これはですね今の iPhone 史上2番目、1番はこれ隣にありますね14 Pro Max ですけれども、まあ、これにはちょっと勝てないけれども、まあ、2番目にバッテリー持ちがいいということで、今現時点において出ている iPhone の中ではもう2番目にバッテリー持ちがいいということになりますね。それくらいですねバッテリー持ち上がります。もう1日モバイルバッテリーもなしでゲームをやったりだとか動画を見まくったりっていうところ、まあ、これ外で使いまくってもですね、まあ1日はね持つんじゃないかな。画面輝度なんかも節約してすごい暗くして使うとかね、そういう必要もなく見たい時間に見たいものをですねいくらでもこうガンガン使っていってもまあ1日は持つんじゃないかな。まあそれはもうね1日持たさないようにしようと思うぐらい激しい使い方をすればまあもちろんダメですけれども、一般的な使い方をすればですね、まあ、会社勤めとかで出勤されて、まあ、往復1時間ずつぐらいですね動画を見たりだとかゲームをちょこちょこやったりとか SNS 使ったりとか、まあ、そういうやり方したとしても、まあ、50% を切るっていうことはないんじゃないかなっていうぐらいですねバッテリー持ちっていうのは非常に良くなっております。まあ、iPhone 11使ってる人もですね、まあ、元々ねフレッシュな状態の時にはかなりバッテリー持ち良かったとは思うんですけれども、今のバッテリーが下手ってる状態からこの14プラスにしたらですねやばいぐらいですねバッテリー持ち良くなるよというところね、これは間違いなく体感できるのではないでしょうかね。はい、これが3つ目でございます。はい、では次4つ目いきますよ。4つ目はですね処理性能が格段に上がります。これ4つ目ですね。これはねそこまでね日常使いで SNS 使ったりだとか、まあ、動画を見たりっていうところでは、まあ、体感することはなかなか難しいかもしれませんけれども、 A13 チップだった iPhone 11、 そこから14、15ということで2世代ね進化しているんですよね。2世代の進化プラス、まあ、若干そのプロ側の性能に近い GPU コア数が5コアというところでゲーム性能というところがかなり強化されていると、まあ、こういうふうに捉えていただければいいと思いますけれども、まあ、省エネ性能もかなり上がっておりますしね。あとはですねその処理性能というところでフォトニックエンジン、これカメラのところでもねちょっと触れますけれども、暗証撮影がより強くなったりだとかそういった恩恵も受けられるよということになってますからね。まあ、2世代上がるとさすがに結構良くなるなっていう感じはねやっぱり普段使いにおいてもちょこちょこ感じるところはですね、まあ、出てくるのかなとは思いますけれどもね。あとねメモリーも上がってます。メモリーはですねいつも言いますけれどもこの机の広さですね、まあ、これに例えると分かりやすいんですけれども、今まで4ギガだったところそれが6ギガに増えてる 1.5 倍の机が広くなっているというところでですね、いろんなものを並べてもですね、まあ、落ちたりすることがないよというところですね。広く使えるようになるんだということで、アプリが落ちてしまうっていうところは、まあ、かなり軽減されるのかなと思います。ということで4つ目、処理性能の大幅アップというところになりますね。はい、では次5つ目ということで、これはですねカメラ性能の大幅進化ですね。はい、これね見た目こそ2眼体制というのは変わっていないんですよね。 iPhone 11の時からメインカメラと超広角カメラということでこの2眼体制という
ところになってるんですけれども、このね iPhone 14 Plus、 はい、見ての通り二眼体制変わりないんですよね。で、縦に並んでいた iPhone 11から斜めにね変わってますね。 iPhone 12まではこれ縦に並んでたんですけれども、13シリーズからはこのように斜めになっているということで、これね斜めに配置されている理由がですね、センサーシフト光学式手ブレ補正ということで、まあ、かなり強力な手ブレ補正を搭載する必要があったということでですね、まあ、斜めの配置に変わったなんていう話がありますけれどもね、動画撮影時における手ブレとかですね、静止画撮影においてもですね、まあ、手ブレというところに関してはかなり改善されているというふうにね、これはすぐに体感することができるでしょう。動画をですね、まあパッと手持ちで撮ってみてですね、その性能っていうのは明らかにすぐに体感できますから、それぐらい iPhone の動画性能っていうのは、まあ他のスマートフォンの中では群を抜いてねいいですからね。アウトカメラこそね、まあそこまで大きな進化はパッと見感じなさそうですけれども、実際撮ればねすぐにそれはわかります。あのこの目玉の大きさ、まあセンサーサイズってやつですけれどもね、これなんかも11と比べるとですね、かなりね大きくなってますからね。そういったところからもね、カメラ性能の進化というのはなんとなく推測できるでしょう。で、まあ実写でですね撮ったやつ、あまりこういい作ではないんですけれども、例えばねこういったですね、まあ結構近くで撮ってますけれどもね、暗い時間に撮って、まあ、照明をつけてはいるんですけれども、まあこれだけ寄ってもですね、はっきりとしっかりと撮れると、 Pixel 6A の黒っぽいボディがですねめちゃくちゃ美しく撮れますよね。あとね、まあ、室内において、まあ、昼間撮影したちょっと黒く塗ってるところもあるんで分かりにくいかもしれないですが、背景をうまくぼかすような、まあ、ポートレート撮影ですね、望遠レンズがついてなくてもソフトウェア的な処理で、まあ、こういう感じでですねふわっとね背景をぼかすことができますということで、自然光だけでもねこれだけ撮ることができますから、まあ、この14プラスのカメラ性能というところに関してはね、あの、まあ、望遠がねないというところは確かにね痛いところではあるんですけれども、そこまでねこだわらないという人は全然これでも満足できると思います。で、インカメラ性能に関しても今までですね、こうオートフォーカス、近くに寄ったものの焦点を合わす、遠くに行ったところにまた合わすっていう、こういった機能がなかったんですけれども、この iPhone 14 Plus には搭載されましたし、明るさの数値ね、 F2.2 っていうところから F1.9 というふうに上がっております。より明るくね撮れるようになっているんですね。で、今撮っているこのカメラですね、これね iPhone 14 Pro なんですけれども、これと14 Plus インカメラ性能に関しては同じ性能になってますからね。ということはこの絵が14 Plus でも撮れてしまうというぐらいですね、インカメラ性能が上がっているんですね。この黒い服が今照明当ててはいますけれども、部屋の中で締め切った状態で撮っているので、しっかり解像感よくですね、ザラついた感じで見えなければですね、非常にね画質がいいというふうに判断できると思いますから、これぐらいの画質はね出すことができてしまうんですよね。まあ、このあたりね、やっぱりね iPhone のカメラ性能っていうのはね非常に素晴らしい進化を遂げているというところですね。まあ、これはね伝わっているのではないでしょうかね。はい、ということでこれが5つ目でございます。細Pチャンネル、はい、ということで本日はね iPhone 11から14 Plus にすると変わることを5選ということでまとめてみましたけれども、いかがだったでしょうかね。まあ、こうやって並べてみるとね、まあ、サイズ感の違いとかカメラの違いとか確認できるのではないでしょうかね。14 Plus と14っていうのは、まあ、いわゆる兄弟みたいなもんですから、大きさが 6.1 なのか 6.7 なのか。で、こちらはですね、もうプロモデルということで望遠レンズもあるし、ライダースキャナーもあるしね、カメラバンプもですね非常に巨大化しているっていうところで、まあ、プロまではいらないよっていう方であればですね、まあ、こことここの差3万円の価格差ありますから、まあ、一度でもねちょっとプロを味わってる方、13 Pro とか使ってるとですね、ちょっとねプロモーションいいなってなりますけれども、そうでない方、11だとか、まあ、仮に12とかね12 Pro あたりを使ってる方でも、そういう方はこの14 Plus ですね、とにかく画面が大きくて電池持ちもいい、そしたらゲームも快適にできるし動画も快適に見れると、まあ、このあたりの満足度が高ければもうね言うことないんじゃないかな。価格もねある程度抑えて買えることができるということで、まあ注目度が非常にね低かったんですけれども、実際に実機を使ってみるとねこの良さがねわかると思います。普通にね今待ち受け画面も同じにしてみて、パッと置いてあった時に見分けがつかないんですよね。ただ私は目が超えてるので、ホーム画面にこうスッてスワイプした瞬間の動きで、あ、これ 60Hz だってわかるので、あ、こっちじゃないやってなるんですけれども、まあそこまでですねプロモーションを使い
い込んでない方であればですね、ほとんど気にならないでね、まあ価格を抑えているこのプラスというところですね、まあこちらを買ってみてもね、いいのかなと思いますけれどもね。はい、ということで、まあこのシリーズですね、ちょっといろいろ要望が来てですね、まああれとあれをこうやってくれとか、14 Pro とね、比べてくれとかあるんで、まあおいおいですね、いろいろとやっていこうかなと思っておりますので、まあこうご期待と。いうことでね、お待ちになってください。はい、ということで本日の動画ね、役に立った、面白かったと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方ね、お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。